63歳の祖母はかやぶき屋根の家に住んでいます。祖母が亡くなった後は住む予定の人がおらず売却予定です。貴重なかやぶき屋根で美しい景色なのでどうにか家の形を残す方法はないでしょうか。屋根のかやぶき費用が1000万円です。山奥の過疎地、駅から車で10分、徒歩圏内にコンビニ、スーパーなし。庭は車10台分くらいの広さ、トイレは汲み取り式です。ご意見いただければ幸いです。コロナがなかったら民宿とかにするのはありなんですけどね。ただあれ、なんか福島でした、あれ、福井か。漢数字の5が入る、雪国用のかやぶき屋根の、あれ確か世界遺産になったんだっけ。そこの地域で、観光地としてもあるし、で、毎年、地域の人たちが、白川郷、っていうので、一生懸命みんなでかやぶきの屋根を変えるみたいなのがあるんですけど、ああいう地域であれば、役所とかに相談すると、役所の方で何とかしてくれるっていうのがあったりするんですけど、ただポツンとあるタイプだと、多分観光地にするっていう形で、役所に相談するぐらいしかないんじゃないかなと、白川郷世界遺産で岐阜でした。すいませんでした。